株式会社 NTT 西日本中国支店は、かつて存在した西日本電信電話、株式会社の子会社。広島県広島市中区に本社を置き、電気通信設備関係や工事関係などで、広島県、島根県、岡山県、鳥取県、山口県を管轄していた。2013年10月1日、他の NTT 西日本の地域会社などとともに、 NTT 西日本東海へ、吸収合併され、NTT ビジネスソリューションズ株式会社となった。2006年5月、NTT 西日本グループは、本格的な光ブロードバンド時代に備え、マーケット志向の徹底とサービスの質的向上を、図るため事業運営体制の見直しを行った。見直し内容は、本社、支店等の組織見直し、ネットワーク関連業務の見直し、 コールセンター関連業務の見直しの3点を軸とした。この本社、支店等の組織見直しの最目とし、本社の組織見直し、支店等の組織見直し、アウトソーシング会社3社を統合と新地域会社の設立が掲げられた。NTT 西日本中国は2006年7月にアウトソーシング会社3社を統合と新地域会社の設立の趣旨に添い設立された。 アウトソーシング会社3社の統合と新地域会社の設立発足時の事業エリア2006年発足当初は広島県と島根県を管轄していた。2008年7月1日に行われたグループ再編により NTT 西日本東中国と NTT 西日本山口を NTT 西日本中国が九州合併することとなった。これにより同社の事業エリアは 広島県、島根県、岡山県、鳥取県、山口県となった。2013年10月1日、NTT 西日本中国を含む NTT 西日本の地域会社8社とその子会社6社は NTT 西日本東海を存続会社として合併。称号変更により NTT ビジネスソリューションズ株式会社となった。NTT 西日本中国は、 西日本電信電話株式会社から委託された業務及び当該会社が行う業務を行っていた。事業内容は以下の通り。同社は事業にあたり建設業法における電気、通信工事業の国土交通大臣許可、情報の取り扱いに関し、プライバシーマークの認定を受けていた。ありがとうございます。